さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日は、朝ですね、道議会行きまして、意見交換というか代表質問の関係の打ち合わせですね。午前中から昼にかけて夕方まで、今日一日いっぱい道議会で打ち合わせをしてました。夕方は仲間とのですね、一個食事行きながら、まあ、今回の定例会のこととか、まあ、今後のこととかですね、いろいろ話してきました。その中で今日はですね、まあ、自分の今の立ち位置とか、思いとか、まあ、そういったものをしっかりとこう整理して、画面にどう対応していくのか、演出していくのかっていうことがとても大切な部分もあるのかなっていうこととか、まあ、あと今ですね、この世界ってやっぱり温暖化の時代を迎えていて、とても人がこう息苦しい世界観になってきてるんじゃないかっていう話もしましたね。だからもっと子どもたちに自然の中でどうこう自然の豊かさとかを教えることができるのかとか、まあ、もっとそういう環境って北海道だからこそできるんじゃないかなだったりとかっていう話したりとかですね。あと今日は久しぶりにトラトレ行ってですね、大好きなパスタをいただきました。ありがとうございます。それでは明日、今日はちょっと雨でしたね。いい一日で。